吉田さんお疲れ様です。あのお菓子でね。カールってのがあったじゃないですか？カールってね。全国への販売を停止して、今日日本だけで限定販売されているらしいんですよ。まあ、それがあのやっぱり売上の不振ということらしいですよね。まあ、無理もないですよね。そのお菓子っていうのは子供たちが食べるもので主に使われていたんですけども。少子高齢化で子供が少なくなって駄菓子屋もなくなっていく一方じゃないですか？ その中でこれからお菓子ってものはどんどん求められなくなっていくんではなかろうかと思いますよね。まあ、子供のおやつってものを私も買いに行くんですけども、こうやってね、お菓子を詰め込んだところで、1週間2週間これでやっていけるんですよね。で、昔みたいにポテトチップスがバンバン売れたりとかね、コーラがバンバン売れたりしないんで、例えば自動販売機もすごく減ったんじゃないかなと思いますしね。新規の自動販売機を作るところもなくなったと思いますしね。うん、あ、そうそう。 秋葉原っていうことをテーマにねあの昨日今日とライブ放送朝してたんですけども秋葉原の50年も考えてみると面白いですよね秋葉原っていうのはオタクの聖地って呼ばれていたんですけどもでもさすがにねオタク文化パソコンとかアニメとかアイドルっていうのがこれだけ一般化しちゃうと別にオタクってももものが独特でででななんでもないんいすよで結果秋葉原っていうのが求められなくなっちゃったっていうことなんですよね。 つまり秋葉原っていうのはそこに行かないと手に入らないものがあるとかそこに行かないと感じれない空間があるはずだったんですけども今はそういうのがないんですよ、ね。どうなっちゃったんでしょうかね。ブームは必ず終わるってことなんでしょう。それじゃあ、いってらっしゃい。